天使なちが登場人物紹介。ニケッサララカルブウララクハラコウガウリエヨウヘイ。江戸つこの元気少女ヨウヘイとはお隣同士で幼なじみ。お父さんとお母さんも実版元バレエダンサー、アイドルだった甲賀に誘われバレエの世界に入るが、サララとは幼なじみ、勝ち気な彼女もいつもからかうが、本当は気になっている運動神経抜群でモテモテ天才肌のダンサーでロシアのバレエ学校で学んでいた。なぜか人感がないとサラの練習で口にするが、甲賀とはいとこ、繊細な彼女はバレエの大舞台から逃げ出し、過去がサララと傭兵の良きアドバイザー。高飛車だが素晴らしいバレエ技術の持ち主。甲賀のパートナーは自分だと言い、サララに勝負を挑むが、中学1年生のニケサララが毎日元気なボケは、毎朝お母さんとやっている体操のおかげなのです。ある日、サララが大好きだった元アイドル工学館が彼女の前に現れ、バレエのパートナーになってほしいと誘われました。そして、お母さんと体操がバレエだと知ったサララは、バレエの世界に飛び込んでいきます。バレエを始めたサララも、その実力をめきめきと発揮していくのでした。やがて彼女はすごい技術と容姿を持って味方と出会い、彼女と甲賀くんのパートナーをかけ、コンクールで勝負することになりますが、